うもルジクニでございます。さーて続きをやっていきましょうか。こいつだよな、こいつをなんとか説得したいんだが、そうだね、情熱なのかな。ほらークリティカルヒット。デリチ、デリチナイス。全部デリチでよかったやつ。これ全部デイリッチで良かったやつ、それぞれ弱点があるのかな。よーし、さーて、クソガキが調子に乗り上がって戦って全部ぶっ飛ばす。次は力で俺の自由を証明してやるよ。それ負けフラグですよ。後でもっとめじめになりますよ。さーて、ヒットポイントが微妙に減っているが、まあ、そんなに強くない感じなんだよな、この感じ。そんなに強くない感じなんですが、まあなんとかなるじゃろう的な、なんとかなるじゃろう的な感じで。よしよし、きっちり回復入って、超人入れて、アーシーインストール入れて、チアフルダンス入れて、ウィングリカバー回して、もうここまでバフが整ったらならば勝ったも同然よ。これ何これ、ご涙が止まんない。玉ねぎでちか、催涙ガスだよ。卑怯な手ばっかり、ずるさだけは一人前なんだから。かといってデバフになってる感じもないな。ノーフューチャー微妙に使えんやつ。ダブルアクションでポッコちゃんを2回行動させて、超人動かして、チアフルダンスして、さて、こっからよ。もっかノーフューチャー打ちたかったけど微妙に足りないね。これ仕方あるまい。ゴーレムペイント、ゴーレムペイント、チアフルダンス、ポッコちゃん下ろして、ポッコちゃん行ったねー。強い、強い。ポッコちゃん強いわー。ギャバー、大勝利 V。 口でも腕っぱなしでも負けましたわね。力こそが正義の価値観のあなたにまだ反論がありますの。その通りだ、俺は主張は負けねえ。あんたたちの方が強いから、あんたたちには俺に自由を押し付ける権利がある。そういうこと、何でもいいけど、つまりはおとなしく従うってことだな。命令を聞こうか。あんたたちの人は元の世界に帰るだったか。だけどもうそう簡単には帰れねえから、もうちょっとだけ待ってもらうぜ。それまで何かあったらズッチーたちに協力してくれよ。多分夏時計も必死に抵抗してくると思うからよ。校長も会長もおっかないぜ。あんたたちに勝てるのかよ。心配しなくてもデイリッチたちは負けたりしないでし。なるほど、85、もうちょいだな。四天王がまだいると思うんじゃが、あとどこだ？ちょっとマップをもう一回ぐるっと探索しますか。さて生徒会説得に向かってみようか。よし行こう。ナースビーナースそこはピーナッツ。どういうことなんや。さて頼もう。なんだこいつらは、噂になってる外からの侵略者じゃないか。敵陣に乗り込んでくるといい度胸ね。みんな近く込んでボコボコにするわよ。思ってたより部屋に残ってる人多いし、話を聞いてくれそうもない。あっさり囲まれたおしまいなんだ。あの何もしてないでちょ、諦めるの早すぎじゃないですか。ズッチーたちに任せろ。熱いパッションぶつけて目を覚まさせてやるぜ。そうは言ってもギャグン、やめなさい。会長がいない場では私の指示が優先されます。私が止まれと言っているのです。しかしこいつらの言葉に耳を貸すなど。生徒会の掟その1、上からの命令は絶対。さて部下たちが迷惑をかけたわね。大丈夫、これぐらい兵でもないです。デイリッチは、デイリッチ君は誰ですか。ブーケンビリア会長の懐刀としてこの世界で異分子を取り締まっている。あなたたちは外から来た白霊王国さんね。私たちのことを知っているのすると、あなたは記憶が、最初から全ての記憶がある。使
作り物ではありますが幻ではありませんよ。それにこの世界は望まれて今の姿を保っているのです。多数の生徒がいます。彼らをそっとしておいてください。そうはいきませんよ。この世界だっていつまで続くかわからない。あなたを待っている人だって元の世界にたくさんいるはずですよ。そういう人はこの世界には呼ばれてきませんよ。夏時計は過去に大きな未練を残している人や現在の自分に絶望している人を選んでこの世界に招待しているんです。知らんかったけど知ってるかした子私もそうです。過去の恋を未練にこの世界に呼ばれました。現実に戻ったところで会長と結ばれることはない。会長と今の私と会長は恋仲なのです。会長がこの世界を支持している以上、人として女として会長を裏切ることはできません。そういう言葉が出てくるってことは、あなたはこの世界に疑問を持ってるんじゃないの？両方にですよ。ごたくは抜きにしましょう。私を解き伏せてごらんなさい。あなたたちの情熱を持って。さて、40ポイント。消化できなかった私たちの思いはどこへ向かえばいい？この世界が大人たちの最後のユートピア、くすぶっている恋の心を唯一許してくれる場所なのよ。情熱かなぁ。楽観。テイリチには恋とかようわからんけど、だったら帰ってからでもできるんじゃないですか？会長と一緒に元の世界に帰ればいい。微妙。この世界に来てみんな幸せになったじゃない。癒されて解放されて過去の思いを取り戻して自分らしく生きている。一体それの何がダメなの？楽観かなぁ。情熱。癒しはまた歩き出すための休息だ。未来へ歩き出す歩みを止めたあんたたちにそいつを語る資格はねえな。よーし、確かにそうですわ。ここでクリティカルヒットを出さなければ、私たちが生徒会がこの世界の秩序である光なのよ。生徒会が懸命に分子を排除しているからみんな子供のままでいられるの。雑音なんていらない。高飛車かな。高飛車には楽観。ずっと光ってる太陽は自分がかけて休むことなんてできないし、だからデイリーたちが君に日だまりを教えてあげる。行こう。うわぁ、微妙。もっかいだな。もっかい挑戦。クリアできるまでやるぞ。よーし、説得できたぞ。全部情熱でよかったわ。どうした、今のあんたは小さく見えるぜ。あの生徒会長が論戦で負けた。返す言葉もないだなんて、そんな。あの副会長が、いや、どこに驚いてるのよ、あんた。あなたたちの詩を確かに心に響きました。それじゃあこの世界が撤退してくれるんですね。私も副会長を任されたのに言葉だけで退くわけにはいきませんの。あなたたちが会長を止められるかどうか、今度は力で吐かせてもらいます。さあ、で強いんでしょうか。ほげー、結局こうなるんじゃないのー。さて。これは生徒会を代表した戦いではない。私とこの子たちの意志の争いなのだから。そんなに強くないかな。もうオートでもなんか、割と結局なんとかなるか、すごいんだよ。オートでもどうとでもなるか。ヘリチンバフとかやらんでええのよ、それ。ロープスネーク。すごい手品。残念だけどこれは魔法なのよ。あなたたちを抑えつけるためのね。蛇は霊気に弱かっただけど、元々が縄ってことは違うのかしら。炎に弱そうではあるが、まあ、適当でもなんとかなる、なんとかなる。炎は効く。あ、スタン、スタンとかしてくる。ポッコちゃん入れ替えるか。かといって誰に入れ替えるっていう。他のメンバーもはや他のメンバーもはや火力にならんわ。わー、どんどんスネーク出てくる。本気を出した方が良かったか、これ。本気を出した方が良かったか。いや、このままゴリ寄せるはずだ。ゴリ寄せ、ゴリ寄せ。めっちゃチアフルダンスしてくれる。よーし、ゴリ押したったわ。ググガハ、勝負あったでし、もうやめるでし。たとえ死ぬまで戦ったところで下戦で負けていては通せる意地もないわね。あなたたちにこの世界の命運を託します。ズッチーたちはただみんなを元の世界に戻したいだけだぜ。皆さん、私ブーケンビリアは会長を裏切ります。会長はこの人たちに相手に駆逐戦車を使おうと企んでいます。こんな僕が許されていいんでしょうか。そんな、まさか死んじゃうわよ。戦車ってなんだよ。学校の敷地内にそんなものがあるのか。確かに存在するみたいです。だけど、残念だけど私も場所は知らされてないのよ。私は完全に信頼されていない。でもあなたと会長は恋仲だって。
そうね、15年ぶりに出会っても会長はあの頃のままだった。だから惹かれたのですわ。でも大人になった今見ると、憧れだった正義感も行動力も折れない意志も独善的でわがままで子供っぽく見えてしまった。あんな子供に兵器なんて持たせたらいけないの。だからお願いします。あなたたちが何者でも構いません。どうか会長を止めてやってください。どういう結末になっても後悔はしませんから。そいつは精神を問わずってことか。聞いたかデイリッチ、燃えてきたデジね。ブーケンビリアさん、あなたには残念でしたけれども、私たちははぐれ王国ってだけじゃないの。悪の秘密結社ヘルラージュなの。構成員たちは悪を遂行しますわ。生徒会という光を打ち砕いて全員を誘拐、その後誰一人かけずに元の世界に連れて帰る。そんな余裕があるわけないでしょう。あなた戦車は何だと思って。もう戦車なんて飽き飽きなんだよな。宇宙戦艦ぐらいを連れてきてもらわないとね。信じられない。今まで何と戦ってきたの。本当にね、あなたたちって一体。世界を股にかける悪の秘密結社、秘密結社ヘルラージュと、ゲストの女神様かな。どうもどうも。本当に期待していいの？みんなで帰れる日を。会長とあなたたちのことは私たちは関与しません。せいぜい元の世界で仲良くしてやってくださいな。これで100点なんじゃないか。はぁ、めちゃくちゃ単価切っちゃった。なんだかって言って、やっぱ秘密結社のリーダーはヘルチンなんだよな。まだドキドキしてる、まだしてる。大丈夫なんでしょう。もう後戻りできませんわよ。校長と生徒会長とは確実に戦闘になると思っていた方がいいですね。十分に生徒たちを説得できたと思ったら校長室に突撃してください。校長を問い詰めればきっと生徒会もやってくるってことでしょう。そこで最終決戦といきましょう。なるほど。かなちゃんは見つけた？説得は十分か？みんなの協力なくして勝利はないぞ。やった、大人の説得率100点、100分の100だから、もうこれバッチオッ、バッチオッケーなんじゃないのかい。バッチオッケーなんじゃないのかい。他になんかいなさそうだな。したらば、もうかなちゃんとも出会ってるし、100分の100だし、校長室にいざ行かん、いざ行かんじゃな。一応回復して、保健室の先生回復してください。あざーす。つうわけで、いざ出陣。なんかすげえやつ出てきたの、初めて見るやつ出てきたの。ボート鎮圧スーツ、なんやボート鎮圧スーツってそれ。しかも意外と強いし。ふう、宝はありがたいが、さて、いざ突入じゃあ。決戦だ。ボケチャイム。今後長い学園生活になるから覚えておくようにね。余韻なんかで私たちの行動が止められるものですか。校長、あなたは夏時計の化身ですわね。いかにも僕は夏時計そのもの。それよりいいんですか、早くしないとお時間目が始まっちゃいますよ。学園生活なんて送る気はないの。ベルなんて気にしないの。さすが秘密結社悪い子ですね。でもほら、もうあと4分。嘘おっしゃい、まだ4分30秒あるから頑張れば話せる範囲だから。めちゃくちゃベル気にしてますやん。決着なんていつだってつけられるじゃないですか。今日は君たちを歓迎するためにたくさんの人が集まってくれてるでしょ。君は君のわがままで君たちを歓迎するために集まった多くの生徒の思いを無駄にするでしょ。いや、それはだけど、そっちが勝手にやったことだし。歓迎会は体育館で行います。ほらほら、体育館シューズを取ってきて、あと3分ですよ。ほら、どうする、みんなどうする。ケイさん、構うものですか。質問で目にしてしまいましょう。気になってることを全部聞いてしまうのです。そうね、気になることを全部ね。校長、体育館シューズってどこにあるの。ダメだこりゃ。結局来るんかい。黙々としたい白い入道雲を、夏の雨にただえきらめく緑の草花、黄色いひまわりが日差しを胸に張るように咲き誇っております。本当に校長の話始まったな。これ第10回、もう10回もやってんの。在校生にときまして大きな喜びでございます。本当に入学式が始まっちゃった。こういう時の校長の話って長いんだよな。ずっちじっとしてるの一番苦手だぜ。私だって頑張ったわよ。体育館シューズの場所を聞き出したことで差し引きゼロにならない。ならない。かなちゃんは来ていないか。入学を許可しました生徒4人、ゲスト1名、合わせて5名の新入生諸君、入学おめでとう。諸君は厳しい現実から解き放たれて、心から人生を楽しめるようにあの頃の夏の世界に選ばれました。入学に至るまで現世に憐れむとともに、入学を心から歓迎いたします。続いて新入生代表ヘルラージ君、壇上にて新入生代表の挨拶をどうぞ。すごいじゃんかヘルチン。まあリーダーだから順当なのかな。嘘嘘、なんで私が壇上へ。はーい、流されてんなめっちゃ。どうしてヘルは黙ってるんだ。なるほど、そういうことだったんですね。ヘルチンはこのチャンスを待っていたんです。全校生徒の注目を集めるために、まずはわざと黙る。これはスピーチの有名な
技の一つです。注目を集めた後、世界の真実を告げるこの全校生徒に向けて、この世界がどういうものなのか壇上から告白する気なんです。一気に洗脳が解けるって寸法だ。在校生の皆さん、よろしくお願いします。よろしくしちゃったよ。ほんと裏切らんよな。ひどい。雰囲気に飲まれちゃダメですよ。私たちの目的はどうなったんですか。そんなこと言ったって、じゃあ女神様ならこんな雰囲気の中でみんなを説得できるっていうの。わあ、それどういう感情。グラジオス君から。グラジオス君、彼はどうしたんですか。それが昼休み前からお姿が。校長、心配には及びませんよ。とびきり派手な祝辞をも用意してきましたよ。駆逐戦車か。思考のつもりが失敬失敬。鈍調の向こうから戦車出てきた。前から危ない性格だと思っていたが、まさかこんなことをするとは。これは明らかな反乱でしょ。分かってるんですね。工場、ここいらでショップは変わるべきだ。あなたの考えは古くてぬるい。今日から私がこの夏世界を率いていきますよ。生徒会長グラジオラスがね。君には絶対無理です。なんてことをしてくれたんですか。歓迎会を台無しにしてからに。校長、あいつらが本当に心変わりするとでも思ってるんですか。この世界は素晴らしいです。ここに来たみんながそれを実感している。わあ、じゃあどうして僕が裏切ったんだ。不満があるからだろうが。副会長、お前はどうなんだ。昼休みに弾薬を補給もせずに何をしていた。あなたは間違っているわ。戦車なんて人に向けたらいけない。そもそも副会長はわしどこにあるか知らんかったんちゃうんか。ほらな、聞いたか校長。こんな女もすでにこいつらの口車に乗せられてこの世界を裏切っているんだよ。校長、あなたの考えじゃこの世界は守れないんだ。俺に任せろ。この世界を手垢にまみれたものにしてはいけない。純白でいるために一寸のシミも許してはならんのだ。もうその行動自体がシミな気がするけど。おい、やばいんじゃないか。逃げた方が。でも校長から指示が出てないし。しゃあなしだな。いけるか相棒。椅子を温めるにも飽きたところです。かっこいいな。生徒会長、あんたを戦車ごと止めさせてもらうぜ。ここには大事な命がたくさんあるんでな。命を大切にしない人に何かを守るだなんて口にしてほしくないですね。ようやくお出ましが、はぐれ王国。駆逐戦車であの世までぶっ飛ばしてやる。私たちも行きましたよ。さて、秘密結社の悪で裁かせてもらいます。ほざけ。さてどうなる。普通の戦車だな。戦いに巻き込まれないように距離を取って。僕も他の生徒も巻き込む気はないさ。大切なこれからの持ち駒なんでね。はぐれ王国、あんたたちは今この世界に必要のない趣味なんだ。今俺がこの世界をきれいにしてやる。シャツには跳ねるカレーを恐れては美味しいカレーうどんは食べられないわ。あ、泥の中に咲くはずのお、まあ、美しいということですわ。ナイスフォロー。さーて、まあ通常通りでなんとかなるじゃろう。とりあえずは貯める。とりあえずは TP を貯める。そこそこいいダメージ持ってるな。さすがのセンサーの装甲、めちゃめちゃに硬いですわね。今だけさ、持ち主が後悔するぐらいに装甲をベコベコにしてやろうぜ。で、超人指導を足インストール。チアフルダンス微妙に使えない。ちょうどいい感じのに TP が使える。 TP10 ぐらい使える。サイレントローズとかちょうどいいかもしれん。ウィングリカバーぶん投げて。うわー、八重ちゃんに溜まってもうた。微妙にノーフューチャー使えないやつやないすかそれ。稲妻黒、雷とか効きやすいんじゃないかみたいな。とりあえず超人指導してチアフルダンスして、ドームワールズ。あ、雷やっぱ効くな。で、走行をさらに下げる。ノーフューチャーで走行下げて、サワーリドックで防御力も下げて、チャフルダンスして、ちょっとでも火力上げる。よし、DF 下げる。走行がへこんできたぞ。これで攻撃も通りやすくなるってもんだ。見くびりならそんな軟弱な攻撃で戦車が壊れるものか。防御力がやや低下した。
このまま押し切れそうだ。ダブルアクションでポッコちゃん火力上げて、敵の防御力が下がってるけど、でゴーレンペイント一旦ぶん投げてチアフーダンスして下ろす。いいダメージ。どうした、ご自慢の戦車から煙が出てきたぜ。このガキども、どうした、動け駆逐戦車、やつら撃て、引き殺せ、粉砕しろ。よいしょ、どっこいしょ、手法をもぎ取ってやったぜ。バカなありえん、人間の旅力でこんなことが。待て、待つんだ。いや待てないね。校長、なぜ見ているんですか、この大惨事がわからないんですか。助けてください、お願いします、あなたの力が必要なんです。さあ、いつものように。グラジオラス君、君には失望したが、だがこの災害がピンチなのは事実だ。駆逐戦車がやられてしまっては虎の子の排除手段を失う。秘密結社のリーダーよ、今一度君に問いたいですし、生徒になってくれとは言わない。ただどうかこの世界を今のままそっとしておいてもらえないですか。それは私たちだけで帰れってこと、誰も連れて帰らずに。そんなわけ、女神様大丈夫、任せて。答えはノーね。もうたくさんの人と一緒に帰る約束をしているもの。この、その時はもちろん金槌妖精さんも一緒よ。この世界の素晴らしさが君たちにはわからないんですか。あなたのママはどうなの、この世界を素晴らしいと思っている。どういうことですか。どうしてここに来ないの。彼女がどう思っているのか不安だから私たちと合わせたくなかったんでしょう。最後通告でし、考え直す気はないんですね。ごめんなさい。そうか、グラジオス君が正しかったのかもしれんな。なんだ、わー、復元した。これだ、この粉だ、何度だってやり直しができる。戦車が一瞬で治っちまったぞ。時間を逆行させた。だけど一部分だけ逆行なんて、そんな繊細なことか。あの村だけの時間を操ったことをもう忘れたんですか。僕の力はエネルギーさえあれば自在なんですよ。一体どこからそんなエネルギーを。土地、デイリッチ、工場の体を確保するわよ。捕まえたってあれ、それは僕の器に過ぎない。僕は僕の意志で自由に形を変えることができる。腕の中で砂になっちまったぞ。例えば時間のようにその流れを手でせき止めることは絶対にできないのだ。今から君たちは永久に復活する戦士だと戦い続けるのです。終わりがないなんてことはない。そうならやってもいいさ。残念で、もうあの友達、一撃で倒せるぐらいの火力を出せばいいんじゃないか。どうだ、そういうわけにはいかんか。そうなー、ナズマクロウカラフルペイントかけて背骨砕き、さらに防御力を下げていく。どっせーい。全部ダブルアクション。いや、あるうちにノーフィーチャーかけて、防御力がだいぶ下がってるぞ、これ。ゴーレンペイント、シャフルダンス、微妙に届かない。今度こそ一気に決めてやる。わー、さすがに心が折れる。こんな硬いものを何度壊せばいいんですか。せめて柔らかいゾンビとかにして。ゾンビもズッチは嫌だぞ。奇跡を信じて叩き続けるしかないわ。今までだってそうやって乗り越えてきたんだから。即死がやべえな、あれ。状態異常体制で即死体制も上がってると信じたいところだが、とりあえずアーシーインストールかけて、シャフルダンスして、とりあえずこのターンは何もできない。試連続コード入る。あー、ノーフューチャー切れてる。ゴーレムペイント、ゴーレムペイント、キャフルダンス下ろす。ドッセイ、いいダメージ。作ったのはカナちゃんで、私は運用を任されただけだから。そんな時にカナちゃん、こんな時にカナちゃんがいれば夏時の力を封じる策も出ただろうに。お、なんだこの大量のゼリーは。動けないぞ校長。戦車がゼリーまみれになって、粉をかけても復活しなくて、戻らない夏時計の力が効いていない。
みんなのかなちゃん登場。かなちゃん、水車を丸ごと覆う量を用意するのはさすがに時間がかかったよ。プールの水をここで使ったのか。あの時はまだこの作戦を起動させるわけにはいかなかったからさ。ママは理科室に閉じ込めておいたはず。どうしてここに。悪いことはね、謎解け。ママを監禁したりしちゃいけないんだよ。もっとも合成師のかなちゃんに何度もチャンスを与えるのはまずかったね。合鍵とか疲れちゃうんだ。ぷよぷよしたゼリーは一体。夏時計は砂時計。力の源は要するに砂なのさ。だから砂が表面に届かないようにすれば、あんな感じで時戻りの効果が出なくなるんだ。これなら倒せるぜ。こんなもの水で洗い流せばいい。愛しい我が子のためにゆりかごも作ってきてるよ。それ、水が自在に変化してるならゼリーで固めてしまえば、しばらくはゆりかごの中でおとなしくしているんだね。土壇場で頼りにならないやつだ。四天王ここに来てるんだろう。僕を援護しろ。そいつらはもはや味方なんだな。会長悪いが、今日は忍者の休日でござる。手伝う気はもうとろござらん。残念だったが俺はもうくら替えしてるぜ。ジタバタすんなよ、みっともない。おのれ、どいつもこいつも。もう勝ったも同然じゃろこれ。どっせー、よーい、言ってもうたわ。ポッコちゃんの一撃で言ってもうたわ。これハワワ、そんな戦車が。年貢の納め時ってやつだぜ。僕はまだ負けてない。僕にはまだ抵抗の意志が残っている。悲しい人ね、私は構いませんわよ。さて、残り60ポイント。僕ら生徒会は確かに嫌われ役かもしれない。だけど手を汚してでも世界を掃除してきた奴らがいるから、この世界は綺麗に保たれているんだ。どうだ。お、必要悪という言葉はありますけど、あなたの行動は限度を超えていますわ。裏方は裏にいるから許されますと、表に出てきて俺に感謝しろと口に出すあなたは今この世界で一番汚れていますわよ。バカな、こんなポンコツに僕が。ならばこの世界ごと僕を否定するというのか。僕はこの世界に選ばれた生徒会の代表。そうだ、秩序そのものなんだ。一般生徒の君なんかに僕を。何を話しても無駄よ。あなたは順番を間違えた時点で負けているの。あなたはこの世界を思う気持ちは本物かもしれない。だけどそれは決してここにいるみんなを守りたいわけじゃない。あなたは自分が思い描いている世界を貫こうとしているだけよ。その証拠に副会長の名前も聞かず、校長を裏切り、指示もないまま暴力に訴えた。私と話をしたかったなら先に心に訴えるべきだった。戦いにみんなを巻き込んで関係会を台無しにして、これが生徒会長のやることですか。指示あっての生徒会長でしょう。今みんなに聞いてみるといい。あなたを生徒の代表として指示するかどうかを。みんなに。はい、私はヘルチンを指示します。みんなは賛成だ。この世界は悪くなかったよ。だけど会長、今のあんたは美しくないよ。僕の美意識に反している。じゃあその意見になります。私新刊を読みたいので元の世界に帰りたいっす。なので弟者のヘルさんを支持しますね。この世界は楽しかったが、生徒会長、あんたはどう考えてもやりすぎだ。あんたは俺たちの行動を縛りすぎだ。私は生徒ではないけど、戦車まで持ち出して反対派を排除するやり方が正しいとは到底思えないわ。いや、そういうことなら僕もそっち側に乗ろうかな。生徒会長はもうダメだよね。申し訳ありません、グラジオラス。今のあなたを私は支持できません。そんな、そんな、僕の負けだ。生徒会と私たちの決着はついたわね。あとは夏時計、いや校長先生、みんなの声が聞こえていたでしょ。あー、副会長、生徒会長のところへ。子供の頃、夏という喧騒は保てないわ。おとなしく私たちを解放してもらえないかしら。夏時計大丈夫かい。おとなしかったね。何も永遠の夏にこだわらなくてもいいじゃないか。君は頑張ったよ。この世界はよくできていた、本当に。私もびっくりしちゃうぐらいでさ、まあちょっと一方通行なのは良くなかったけど、それでも一向の余地はあるよね。こんな乱暴なエネルギーの使い方をしてたら、明日にも君のは力尽きるかもしれないんだ。私も誰もそんなことは望んでいないんだ。だからここいらで方向を改めよう。方向って。君が生きる術は用意してるんだ。一生懸命に考えたんだよ。そのボディを維持することも可能で、エネルギー効率だって今よりも抜群に。ただちょっと時計の力は使えなくなるけど、普通に時計のっていう道具の化身として。そんなものは夏時計じゃないでし、ただの人形でし。夏時計。この世界はいいものだって思っていた。みんな楽しんでくれているって。だけどこんなことになるなんて、所詮僕は道具だから生きている人間の心なんてわからないんですね。それは違うよ。さっき言ったじゃないか。この世界は素晴らしかったって。ただやり方を変えないと。お待たせでしたですね、はぐれ国のみんな。どうなる。それから今日までこの世界を支えてくれた全校生徒の皆さん、プログラムを変更して今日を卒業式とします。私の話を聞いて。この夏世界を破壊し、僕に残ったエネルギーのすべてで元の世界へのゲートを開きます。皆さんお疲れ様でした。
私立きらめき校の卒業生として恥ずかしくないこれからの人生を。わあ、君も一緒だ。君も一緒に帰るんだよ。僕は夏時計なんだ。ママに褒めてもらった時計のままで死にたい。夏時計。空間が歪んでいる。吸い込まれますわよ。さようならママ。わあ、どうなる。その後エルフの宿屋に来て、一応帰っては来れたのか。後味の悪い結末になってしまった。夏時計にはムカついていた部分もあったけど、生徒会をぶん殴ったことで嘘は晴れていたのよね。さすがに消滅ともなるとかわいそうだわ。夏世界だって悪の巣窟ってわけではなかったもん。生徒会の連中及び夏世界にいた冒険者の皆さんはみんな無事に帰ってきてるわ。半分ぐらいは温泉宿に帰還して、もう半分はサマーフェスに戻っていった。中には帰らないってダダをこねていた人もいたけど、まあ帰った後でごねてもどうにもならないわよね。それだけあの世界は気に入られたわけですか。やり方次第では人々の癒しになれたかもしれないな。同時に危険な存在ではあったわね。大人を夢中にさせるぐらいには。まあ常に最良の結果が出るわけじゃないし、割り切って前に進むしかないわ。それより肝心の金槌妖精たちはどうしたのよ。すぐに行きますよ。バラバラにならないうちに集めておきたいって話だから。何よ、かけらを。かなちゃんも普通に仲間になってくれへんかなこれ。いや遅くなりました、申し訳ない。先に集めておきたくって。夏世界の感想、絵が描ける人は絵付きで、そうじゃない人は感想文で提出してもらいました。見てください、これはすごい数だわね。たくさんの思い出をあそこで作ったみたいです。人生の再出発のために良いブーストになったんじゃないかな。こんなものを集めたって読ませる相手が。でも私は夏時計が生きてるって信じて探し続けようと思ってます。 EX ダンジョンだけでもこれだけ広いんです。きっと可能性はありますよ。右側右側で楽しそうだな。いつか出会えたらこの感想文をあの子に見せてやりたいんです。まあ私が口出すことじゃないわね。何か痕跡を発見したら金槌妖精さんか女神様に連絡するようにしますね。助けていただいて本当にありがとうございました。皆さんが来てくれなかったらどうなっていたか。今でもあの戦車を思い出すと身震いしますよ。ああ美しいお姉さん、よろしければかなちゃんと呼びください。いやそれがうちにかなちゃんがすでにいるので紛らわしくなってしまうんですよね。なるほど、そういえばそうでしたね。あなたがオリジナルなのは分かっていますが、私としてはあちらとの付き合いが長い方なので。OKOK、それでは呼び方をご自由にどうぞ。助かります。それじゃあこの後どうしようか。リリー女王がいないとこの後を決められないんですが、怒っているのか話し合いの場に姿を見せないんですよね。怒ることあったっけ。かなちゃんが見つかったら EX ダンジョンを撤収させるって話だったから。撤収させるんですか。いや君も一緒に聞いてたでしょ。それなら怒ってるんじゃなくて黙認してるんじゃないか。私たちで決めちゃっていいと思うわ。大丈夫かな。まだあのダンジョンの探索を満足にできたとは言い難いじゃないの。なので特別何も言わない限りはこのままダンジョンの探索を続けましょうよ。はあ、夏時計探索のお手伝いにもなるわ。延長助かりまーす。合成紙。メジャーな作成品は装備品かな。村でも有名だったんですよ。秘密結社の皆さんも素晴らしい装備を独自に開発してらっしゃるらしいじゃないですか。私にそれを渡していただければ、異界の技術でパワーアップしてますますよ。欲しい。パワーアップして欲しい。冒険者を誘拐したので一人一人責任を持って返してあげてるんだとか。話の内容は私から伝えておくわね。さて、あ、帰還しました。やったー。新たな EX 統合ダンジョンが新たに開かれております。金槌妖精、今後の探索について女神様からお話があるそうです。かなちゃん、かなちゃんの装備アイテム合成。あー、いろいろあるね。夏時計のかけらを合成に使うのか。ほわっほー、わっほー、いろいろ欲しいぞ。ここで夏時計のかけらいっぱい集めておくべきっていうことが第一ない、第一超強いのないの。第一超強いのないんですか。あ、風第一投擲18、歯を限定装備やないかーい。骨っこスーパーベロちゃん専用装備、チリュウちゃん専用装備。いやいや、ここまで来たらもうポッコちゃん専用装備あるんじゃないの。ポッコちゃん専用装備、かなちゃん、かなちゃんハンマー、ポッコちゃん専用装備よ。コスパ最強の装備とか、いや、いいんや。八重ちゃん専用、ポッコ専用、ポッコ専用、ポッコ専用は杖ねー、ない、まさかのないだと、まさかのないだと。超お気に入りバッジ、全能力を 10% 強化。はい、あ、風第一20、クトネシリ、クトネリシカ、
あー、マオマリ、マオリマオリ持ってないな。大地が超デイリッチハート、オープンパンドラ強化、全能力プラス10、愛と勇気とちょっぴりわがままがスパイス、秘密の四天王ナスビグズ、薬効果 35%、 四天王ナススーツ、あ、これ作れるな。バリア、自動迎撃レーザー、加速装置、マナ充填装置付き、めっちゃ強いな。魔改造ナススーツ、ナスビボー、ナス系装備こんなにあったんか。 MP 消費半減、めっちゃ強いやん。バリア発生装置、はえー、余裕あるな。お、魔法系か。大地、風、水技、キャピタル、広い、いろいろある。アイマスターの帽子、筋肉マスターのタスキ、あ、会心上がるな。攻撃13、会心、筋肉尻を知り尽くした者にかければ、いや何これ。ドラゴンピース、炎技、そこそこいい装備が結構ありそうだが、マナナンズリング、ははーん、対雷属性、ラストバイブ、忍が書いた予言書、こんなもんか。他は？アイテムやかけらを合成、あ、こういうのも作れる。あ、能力上昇系アイテムとの交換にも使えるってことか。あ、かけらの結晶書を10個で台にできる。で、これはなんか、これで、水晶のかけらできるんだ。はえー。ん？帰還時に上がるサポーターの有効度が使用時は数倍になる。これは？ダンジョン脱出時にくじ抽選が始まり、階層が深いほど抽選確率が当たり、大当たり確率も上がる。あー、EX ダンジョンの特定の場所に植えられる。すぐに木が生えて、大きな果物が収穫できる。いろいろ使うんだなぁ。こっから本番って感じだろうな。つうわけで、ちょっと一旦今回はこの辺にしとこうか。はい。また次回、次のパートでお会いしましょう。いやー、楽しくなってきましたね。ということで、またねー。